この小説読めません。だって面白くないんだもん。どこが面白くないって？説明できまへん。説明できないほどの理解不能なつまらなさってあるでしょ。文学好きの同僚2名がこの小説にチャレンジしてみたんですけども、やはり途中で断念しました。ならば挿絵を入れてみてはどうだろうと試みた。面白くないのなら面白くさせてしまうという工夫ですよね。しかし挿絵にも心が入らない。挿絵を書くには内容も理解しなきゃならんでしょ。だけど読めない。だから書けない。そんな中、昔付き合っていた女性が好きだった小説を思い出した。バージニア・ウルフのオーランドっていう本です。その人を好きだからこそその小説も理解できるんだと思っていました。と思っていたら大間違い。とにかく面白くない。理解不能。1ページ目を読んで苦痛。2ページ目は酸欠状態。3ページ目で頭から煙が出てオーバーヒート。人生諦めることも肝心だということを知る。